いいよ。はい、それでは、その警告少し過ぎましたが、8月の定例記者会見を始めさせていただきます。本日は急な時間変更にもかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。本日の記者発表は、昨日の大雨被害の対応についてのみ順次、資料の方の整理がまだちょっと調整中のところもございますので、担当課の方から口頭で順番に説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、最初に、はい、ですか。はい、じゃあ本当に急な時間変更にもかかわらずご視聴お集まりいただきありがとうございます。本来であれば定例記者会見で来月以降のいろんなイベントについてご説明したかったんですが、ご案内の通り、昨日も、本当に、いきなりですね、知識としてはあったんですが、いわゆる私どももこの線状降水帯っていうのが実際に、頭の上にかぶさるとどうなるのか、極めて短時間で何の前触れもなく想定をはるかに超える雨に襲われ、いろんな準備が追いつかず被害が出たという、そういったことを間近に思ったわけでございます。しかしながらですね、今回この福井県の嶺北を襲った線状降水帯はこの勝山市がその最も被害が大きかったことは事実ですが、その中でも人的被害がほぼ皆無であると、そういったことは不幸中の幸いであったとそのように思っています。それからですね、こういった物的被害につきましても非常に大きいのはですね、野妻田川、佐良川を中心とした河川の護岸、用水、それからその周辺の道路、あるいは田んぼ、こういったものが相当、想像を超えるほどの被害を受けています。一方ですね、民間につきましては、北の妻田、それから稲見を中心にしながら床上床下浸水、あるいは土砂が流れ込んだ、こういった状況はありますが、全体の被害の中では比較的そこも抑えられた、そういったことは良かったかなと思っています。そういう意味ではこの雨降り出した当初からですね、市の職員もこれは県、自衛隊、警察の協力を得ながら短期間で避難のことです、あるいは一時避難所の開設する、そういったことを整えていただいた、そして現地へ赴いて作業した、その結果として人的被害が全くなかったということについては本当に良かったなと、そういうふうに思っています。そういった中で全体として言いますと、記者会見資料にありますように佐良川、野妻田川、呉見川、滝浪川、この石川県との境を源流を接するもうこの辺りに集中して起こってまして、今掴んでいる範囲で言いますと、床下浸水が26件、そして床上浸水が16件、そういった形になっています。その他今の用水の被害、あるいは、田んぼの被害については、現在農家組合あるいは区長さんなどを通じて調査中でございます。ただ実態全部把握はできていません。また林道などについては優先順位を下げて今の対応していきたい、そのように思っている次第です。市内各所でまだ通行止めが続き、さまざまな、断水などもある状況でございますが、この1日経った時点での状況をお伝えをしながら、私どもの方から市民の方にマスコミを通じてぜひ伝えていただきたいことなどもありますので、今日はこの4時というちょっと急な時間ではございますが、皆様方のご支援も合わせてお願いしたいと思います。どうか一つよろしくお願いいたします。はい、続けて時間か、管理官から、はい、説明申し上げます。はい、それでは危機管理の本部の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。ただいま市長からありました、被害状況について、追加説明をさせていただきます。人的被害は幸いにも今のところございません。物的被害につきましては、
今市長を持たれたそうなんですけども、中でも被害が集中しておりますのが佐良川の準備の区であります荒戸町の南区に被害が集中しておりまして、床下浸水で言いますと26件中12件が南区、床上浸水で申し上げますと16件中11件が南区といった状況でございます。なおこの南区については職員の方がですね、今現場確認、それから床上浸水、床下浸水、被害に遭われたお宅の消毒作業の方に順番に回っているところでございます。またですね、床上浸水等で発生いたしましたいわゆる災害ごみ等の調理についても、今この柏の区域行政事務組合と協議の上、処理方法について決定いたしましたので、後ほど担当課長からご説明を申し上げます。2番といたしまして、明日のですね、公共施設の対応について申し上げます。昨日ですね、全地域を対象に避難指示を初めて、避難情報の改正から初めての避難指示を出しましたけれども、現時点でまだ避難指示は解除しておりません。なぜかと申し上げますと、大雨警報が昨日から発令されて、今のところ大雨警報の解除が全く気象台から解除の見込みも今のところ入っておりませんので、その大雨警報の解除がもしありましたら避難指示の解除も行いたいと今のところ考えておりますけれども、現時点で、それが出ておりませんので、このままの状態が続いた場合でございますけれども、明日も公立保育園、私立保育園、児童センター、中学校の部活については休園、閉館、中止といったことにしたいと思います。またスキージャムへ向かいます法務次官有料道路で発生いたしました土砂崩れは、土砂の撤去等が解消し、足止めを食らっておられました、スキージャムのお客様、宿泊客については、いわゆる下山が完了をいたしております。お聞きするところによると、スキージャムは明日のお客様の受け入れから営業を再開するというふうにお聞きをしております。コミュニティバスの運休路線については再開中でございます。また、市内の観光施設、メインの展示恐竜博物館につきましては、今日もそうなんですけども、通常営業を行うというようなお聞きをしております。私の方から以上です。私の方から以上でして、大変申し訳ないんですけども、資料ないんですけど、次が城崎機関の方から、指導の通行止めの状況についてご説明を申し上げます。はい、城田です。よろしくお願いします。指導関係で、留置路線、今のところ、通行止めということでございますが、今日から 順次、復旧に向けて作業を進めておりますので、そのうち解消しているところもあります。特にですね、大きいところといいますか、メインのところを少しお話をさせていただきますと、ただし被災の被害が大きかった日南の方で1路線、そして野津又の方で2路線、先ほど一か2巻からありました本寺、これ少しちょっと再確認といいますか、再説明させていただきますと、崩れたところはまだ復旧はされてません。しかしながら、迂回路によって、一応先ほど言いましたスキージャム、クレームの入り口からスキージャムは通れるという状況の中で、明日から通常の運営をするというふうにお聞きをしております。あとですね、クレーム側の方もだいぶ、広かったということの中で、滝並の方で一路線、あとですね、杉山の方で、通行止めに出しています。で、先ほど恐竜博物館の件が出たんですけど、ちょっと野外博物館が杉山の方から行くことになりますので、これについては今週いっぱい、止めているというふうにお聞きをしております。説明以上でございます。
あの災害ごみ処理について、審議会長をお願いします。はい、審議会の方でございます。災害ごみの受け入れについて今のところあの、まあ、決定したところをご説明申し上げます。ごみの受け入れをですね、明日土曜日、6日土曜日、7日日曜日の2日間、朝8時30分から正午までと午後1時から4時半までの間、まあ、8時半から4時半までお昼1時間お休みいただいて、場所はビュークリーン奥越の方で、ごみの受け入れを行います。で、受け入れできる方は勝山市から発行されました罹災証明書をお持ちになっていらっしゃる方のみが受け入れになります。ただですね、あのごみ処理手数料は一旦、まあ、お支払いをいただきまして、後ほど、まあ、市の方から、まあ、助成をするというような形で今、対応をしたいというふうに考えています。でなおこの受け入れにつきましては、いわゆるその処理困難なもの、まあ、家電リサイクル対象のものとか、いわゆるその、バッテリーでありますとか、そういったあのちょっと通常処理がしない、できないものにつきましては、引き受けができません。で、まあ、あの分別もしていただいてお持ち込みいただければ受け入れるというような対策を今このお休みの間は取らせていただきたいと思います。以上です。次に、災害ボランティアの動きについて、伺いたいと思います。内装部の方にお願いします。勝山市災害ボランティアセンターの開設ということで、本日11時あのボランティアセンターが、勝山市社会福祉協議会内に開設をいたしました。毎日のこの開設時間でございますが、朝7時半から午後5時までということで、開設場所は、スコヤになります。まあ、ボランティアの受け入れですけれども、日に3回に分けまして、それぞれ、なっております。時間で言いますと、ボランティアの受け入れが朝8時から8時20分、それからその後は10時、12時ということで、それぞれボランティアの受け入れをいたしまして、作業時間につきましては、あまりあの日の日中ですので、熱中症にならない時間帯ということで、それぞれ、作業時間を設けております。ちょっと細かい時間は、後ほどまた資料等で、お示ししたいと思いますので、よろしくお願いします。内容については今社会福祉協議会がホームページを作っておりまして、ホームページよりあの募集を受けているというところでございます。はい、簡単ですが説明をします。それと予約は事前予約制ということでやっております。予約対象者は今日は、市内より市内市民を市民より募集でやっていきますので、よろしくお願いします。次は、いわゆる災害給付金のクラウドファンディングについて、田中君です。商工文化課の高中です。よろしくお願いします。お手元にあります、防災の支援給付金の募集につきまして、お知らせをいたします。これからの復旧作業等につきまして、最善を尽くしつつ、なりますが、まあ、そういうふうにですね、という対応をすべく、するためにですね、全国の、皆様にご支援をいただきたいというふうに考えております。災害支援寄付金の、ポータルサイトを、設置しまして、ご指導させていただきます。ポータルサイトの、種類はですね、3つありまして、1つが、楽天ふるさと納税、2つ目がふるさと、さとふる、3つ目が、ふるさとチョイスの、サイトとなっております。まあ、その他、ここに寄付によるで寄付も可能でございますので、どうかもご支援の方をよろしくお願いします。はい、次に、被災世帯の水道料金の減免について春樹さん。上下水道コミュニティでお願いいたします。水道料金の
物理量と使用量の減免措置についてご説明いたします。今回大雨により被災された方への支援といたしまして、建物内の清掃等に使用した水道水にかかる水道料金および下水道等使用量の減免を考えております。減免の対象となる方、水道および下水道等のご契約の方で、被災により清掃等でいつも以上に水道水を使用された方、減免の内容といたしましては、8月に使用された水道の使用水量、こちらは9月の検診になります。それが、前年同月の使用水量、または直前の時期の使用水量の低い方を比較しまして、増加した分を減免とさせていただきます。9月検診分が前年同月、または直前の使用水量より少ない場合は減免の対象となります。また9月検診分が基本水量内、充実法なんですけども、いない方は請求金額に変わりはございません。減免の申請といたしまして、水道料金、下水道等使用料減免申請書というものがございまして、そちらにご記入の上、罹災証明書を添付して、上下水道課窓口にご提出していただくという形になります。説明は以上です。はい、今説明したと。あとまた言わなきゃならないこと、順次。農林課、ビザです。よろしくお願いします。農業の被害についてご説明させていただきます。今回の、豪雨によりまして、野津俣川、滝南川、浄土寺川、呉見川、そしてですね、女神川を中心にですね、大変な水量になりまして、農業の方につきましては、補助浸水等、大体10カ所程度今確認をしております。で、大きな、ものといたしまして、水門の破損がございまして、水門の破損で6カ所、また水路の破損、水門とこの大きな河川の水路の破損、詰まり、そういったのが、合計でですね、13カ所程度ありまして、この水路の水門の破損につきましては、今現在、育成してます水筒の方に水が行かなくなるという恐れがあるということで、現在、対応をしております。まだ全体を、把握しているわけじゃございませんので、現在ですね、各農家組合長に連絡を取りまして、全体を把握する予定でございます。農業につきましては以上でございます。漁業のことも言ったんですか。はい、漁業につきましては、野津俣川の一番上流にあります、アマゴの宿、そこで、現在、アマゴと、福井サーモンの稚魚ですね、それを、養殖しております。そこでは、ですね、稚魚がですね、ちょっと大量に、なくなっております。なんとかですね、福井サーモンの稚魚の方は、経営者の努力によりまして、なんとか、守られましてですね、今後の経営再開に向けて今また市としても尽力していきたいと思っております。北台は、北台の方はですね、ちょっと北台の方の北台の谷の奥で、イワナをですね養殖されています。そこにつきましてはちょっと小屋が、流されたということで今現場を確認中でございます。水産業につきましてです。はい、それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問ある方、よろしくお願いいたします。すみません、ごめんなさい、福井新聞です。床上化粧浸水なんですけども、荒野町以南が、ほとんどということなんです。他はどういった地域があるのかというのをまずお願いします。はい、他はですね、三日上があるところで申し上げますと、室戸地区、うん、はい、それから野向地区ですね、はい、
中心はあのやっぱりいないというか、ね、はい、特に床上浸水は、まあ、ほとんど南です。はい。了解です。でしょうか。で、東雲寺さんの有料道路なんですけども、通行止め解除っていうふうなあのペーパーに書いてあるんですけど、あの県の道路公社からまだ通行止め解除の連絡がない状況なんですが、これというのは、迂回もありますよという意味なのか、もう一応全面的に皆さん、迂回を使って通っていいですよという意味でいいんですか、ね、はい、先ほど言ったみたいに、下が有料道路なんで、有料道路自体はですね、まだ通れないということでございます。で途中から市道を通って、有料道路に行けるという、全体的な通行は可能でございますが、有料道路自体は、全然通行 OK ということではないの、うん、今のところだから通行の解除にはなってないですね。違ってるよね。土砂崩れ解消も違ってるし、うん、通行止め解除も決まってて、これはこのままだけど、はい、一応明日から通行できるような、ってことですね、迂回路が明日からできる見込みですということで。わかりました。はい、現場のすごい大規模な崩落が私もちょっと見てきたんですけど、今現在どのような対処の方法っていうんでしょうか、いつ頃から、撤去にかかって、いつ頃ぐらいまでにはまず撤去を終えたいとか、なんか見込みとか今のところ言える範囲ありましたらお願いします、はい、まず今調査はすでに今日から出ています、はい、で調査しましてですね、当然、復旧方法の等の撤去ということに入っていくことになります。並行してですね、土砂の崩土の撤去を実施するということになります。その中で、うまくいけばですね、片側通行ができるようにという形の中での有料道路の、通行化というようなところに結びつけていきたいなということでございますが、基本的には8月いっぱいぐらいにはそれを終えて、しかしながらですね、復旧につきましては、災害復旧ということを視野に入れながらの形になりますので、しっかりとした災害復旧につきましては、国の制度を利用しながらですね、11月じゃないと、その災害査定というところに移りつかないかなというふうに考えています。とりあえず8月中には、通行できるように、頑張りたいと復旧を目指すということです。はい、了解です。分かりました。それで、復旧はできませんけど、少なくとも明日からスキージャムの営業は可能になるような形になろうかと思います。ここは一度ご確認いただきたいと思いますが、よろしくお願いします。先ほど私通行止めが11路線っていう、はいはい、10路線でごめんなさい、訂正をさせてください。最大ですよね。はい、今は復旧しているところもあります。今現在まだ通れないというと何路線入れたりします？4時現在くらい、8路線です。8路線がまだ通行止め、はい、わかりました。すみません、UBC ですけれども、土砂崩れをどれぐらいの箇所を今把握されて発生しているか、真ん中とかあれはわからないと思うんですけど、特に道路を塞いだりとかしているような土砂崩れっていうのは何箇所ぐらい今あるとかっていうのは把握されてますでしょうか。はい、市民が管轄する道路河川というところとですね、県が管理、路線ということで置かれているので、なかなか全体的な把握はということです。それと当然ですね、山の中の林道等をですね、農地も含めてですけれど、ここはですね、少し後になろうかと思いますので、先ほど言いました、10箇所についてはですね、土砂が崩れたり、路肩が崩れたり、というところということは、震災としては重要な被害ということの中で、位置づけの中でというのが、10路線ということかなというふうに思います。ただ
その重要線の中でも何か所か起きてるっていうことですよね。そうですね。あの近くで、あのなっているところもあります。あとすみません、あの断水している場所って何か地区っていうのは、はい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 、復旧見込みは今復旧の見込みは今検討中で目処は立っております。まあ、2カ所とも1カ所はその土石の下になってしまってるし、1カ所はあの橋を渡してるんで、あのすぐにはちょっと復旧見込み立たない、ね、はい、できるだけ早く復旧するように努めてまいります。他にご質問ございませんでしょうか。はい、聞いてみて、ボランティアは明日から受け付けということですか。今日開設の明日から、センター今日開設で、こちらの受付は、まあ、具体的に明日からになるかなと。そのホームページを今立ち上げているところでして、あの立ち上げましたら実質的な募集開始というふうに思います。何時頃立ち上がるかちょっと先に確認してもらう。ちなみにですね、今日は3時から市の職員を20名南の方にあの書き出したいで向かわして今作業して、多分5時になったら、まあ今日はちょっと引き上げてくるかなって感じで、今20人南の方にやってます。あのボランティアがまだ募集できてないので、市の職員を今日は生かしたという状況です。明日につきましても、あの、午前中10人午後10人ということで延べ20人をあの動員を予定を、南地区の書き出しに動員を予定をしています。以上でございます。ご質問よろしいでしょうか。すみません、ちょっとボランティアの話ついでになんですけど、あの、今ホームページ見たらお問い合わせがあの携帯番号入ってるんですが、これ LINE に、これそのセンターの番号っていう言い方していいですか。080で始まってるんですけど、すみません、確認をしていただきます。これまだ分からないです。自宅の問い合わせってすぐ電話して、ごみ処理、あのごめんなさい、あのペーパーでもらえないですか。あの全然わからないんで、あの加工にも書けないんですよ。あの、時間帯は分かったんですけど、あのどういったものを受け入れるのか、あのきちんとやっぱりちょっと明文化してもらわないと、ちょっとあの原稿に信用がないので申し訳ないですけど、ちょっと早急にお願いします。すみません。今記者会見中に出せるようにして。あとすみません、避難所なんですけども、避難所は今すべて開設している状態でよろしいでしょうか。はい、今現在避難者がおられる避難所は1施設お二人だけが残っていらっしゃいます。で、あとの10避難所については、あの避難者もいない状況ですけども、先ほど申し上げたように避難指示がまだ出したままなので、避難所自体は、まあ、空いている状況です。11施設開設はしている、はい、
どうぞ。あの、河川のことを確認したいんですけど、物的被害のところにこの4つの河川の一水あふれたってあるんですけど、物的被害のないこの氾濫というか、越水とかあったところもあるんです。河川の節水はもうこんだけ4箇所、4つの河川でいいです。今のところあの、まあ、目に見えた被害として確認できているものはこの4つですかね、の、あの河川の流域でございます。まあ、今後ちょっとまだ続く可能性はあるかなとは思っておりますけどね。これは勝山市に聞くことじゃないですかと思うんですけど、あの勝山市の4日の24時間の雨量ってどうやって発表されていますか。ちょっと調べてまた調べてちょっと分からなかった。もしご存知だったら教えてほしいな。いや、同じ位置、さっきのうろ覚えしかないんですけど、先ほど の、 あの山野ボランティアセンターの電話ですけども、これは普通に車両に備え付けてあります携帯の電話番号で、新車橋でいいですね。新車橋で、新車橋もこれはこれっていうことでいいですね。固定と携帯と、あとホームページについては皆さんこの記者会見もやってる間にどんどん立ち上げたみたいです。で現時点で立ち上がっています。ただからさっきそのホームページ見て、うん、多分チラシの中に入ってるチラシだと思うんですけど、はい、なんであれですよね、明日からだったら休日だから携帯の方がいいんですよ、載せるとしたら、うん、それで紹介したやつに、ええ、分かりました、はい。ごめんなさい、あとあのさっきのゴミの受け入れで罹災証明書必要っていうふうにおっしゃったと思うんですが、あの罹災証明書のあの何ていうか発行っていうのも一応だから今日ある程度終えたってことでいいですか。明日も引き続きどっか役場で受け入れるんですか。明日、明後日、明日も明後日も、はい、お土屋さん、はい、持ちます。はい、あの罹災証明書はあの今日はあの、南区とそれから北の妻方にはあの全部あのお持ちをしています。でそれ以外のところについてはまだですので、あの、まあ、明日明後日とは総務課の方であの受け付けるか、もしくはあの主だったもあの被害が分かってますのでこちらからお届けするという方法でできるだけ早くお届けするような形をしていきたいと思います。この罹災証明書は通常の保険とかに使えるやつじゃなくて、ゴミの受付用だけの罹災証明書なんで、あの廃棄物用罹災証明書、こっちから直接パターンになりました。それはあんまりこだわらないんです。そうそうそう、ここはちょっと本当の罹災証明書じゃないんです。ごめんなさい、だから罹災証明書ちょっといつも伝わるんですけど、ごめんなさい。量ですけど、あの勝山地点であの最も多い観測地点、あの浄土寺ダムの数値になりますけど、4日の24時間、で282ミリです。どこの調査地点？これは浄土寺側ダム。どこが測定したのか、あのいわゆる観測地点で一番多い、例えば県がとか、そこが気象庁なんです。あの福井県の河川国道情報。記者会見の資料を皆様のお手元に置かせていただきました、はい。こちらの資料に書いてあることにつきましては、また来週以降取材していただければと思います。はい、
をもちまして8月定例記者会見を終了いたします。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。